こんにちは、もしもぶっさんです。今回は Nintendo64 専用の HDMI 変換ケーブルをご紹介します。 Nintendo64 は予定していなかったのですが、先日日本の Amazon を覗いていたところ、格安の Nintendo64 専用の HDMI 変換ケーブルが販売されていたので、つい購入してしまいました。価格の方は送料無料で1899円、販売されている方は海外の方でしたが Amazon 発送でした。 Nintendo64 の HDMI 変換ケーブルは海外でも30ドル程度で販売されているのですが、64に関してはちょっと訳ありで HDMI 変換しても高画質化が望めないという事情があってスルーしていたんですよね。その訳はご存知の方もいらっしゃると思いますが、64は RGB 信号が出力されていないという点ですね。本体基板の配線を改造すれば RGB 出力させることができたりするようですが、基本的に64の出力はコンポジットと S 端子だけです。それを HDMI 変換しても劇的に画質が向上することはないというわけですね。とりあえず手頃な価格だったので購入して、今回動画でご紹介させていただきますが、構造的なことを考えるとセガサターンの時のように劇的に画質が良くなることはないと思われます。期待されるとがっかりしてしまう恐れがありますので、一応そのつもりでご覧いただければと思います。動画の方はサターンの時と同様に映像を比較した後にいくつかゲームで遊んでみるという内容になります。それでは中身の方から見ていきます。フォックス、コーネリアのセバー将軍からのメッセージです。急いでくれサフォックスの将軍アンドルフが宣戦布告してきた。奴らはこの惑星コーネリアを支配しライラット系全てを我が物にしようとしている。我が軍だけではどうにもならん。急いでくれスターフォックス。Right on time! Jago. Saberwolf, fight on. Ready. And the cube. Ready. And the Supreme victory. Jago. Orchid. Fight on. Ready. And the cube. And the cube. Jago. Mayor. Fight on. Ready. And the cube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 . Ready. And the cube. And the cube. And the cube. Continue. Game over. Your car. Yeah. Ready, set, go. いかがでしたでしょうか。やはり RGB 出力を変換しているわけではないので、サターンの時のように劇的に画質が良くなるということはありませんし、画面比率も選択できませんが、価格や仕様を考えれば仕方がないという感じでしょうか。今回は送料無料 1,899 円ということで、画質はともかく手軽に Nintendo64 を液晶テレビに接続できるという点では悪くないと思います。とはいえ HDMI 接続となれば、やっぱりそれなりの画質を期待したくなりますよね。本気で画質向上を目指す場合は、64本体基板上の RGB 信号をケーブル端子につなぐという改造をした上で、 RGB ケーブルやスカートケーブルを利用することになります。ちょっとハードルが高くなりますが、検索すると配線などの情報が出ていますので、興味がある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。個人的にもいつか挑戦したいと思っています。このチャンネルでは今後もレトロゲームなどに関する情報を発信していく予定です。このような動画に興味をお持ちいただけるようでしたら、グッドボタンとチャンネル登録をいただけますと大変嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。